検察官は、ニコライ・ゴーゴリの儀曲、1836年初演。ゴーゴリの儀曲作品には、検察官の他に、未完の終わった、ウラジーミル三刀勲章、1883年。この儀曲の4つの場面、事務課の朝、訴訟、ゲナンベや、断片は1842年版の作品集に収められている、結婚、土幕者、芝居の姉があるが、 検察官は言うまでもなく彼の代表的、擬曲作品である。長編小説、死せる魂の場合と同じように、検察官もまた、プーシキンによって、主題を与えられて書かれたものである。喜劇、結婚の脱行後、1835年10月、ゴーゴリはプーシキンにあてて、私は今喜劇を書きたくてたまりません。お願いですから、主題を与えてください。 そうしたら私はそれを瞬く間に語幕の喜劇に仕上げて、見せますよ、きっと、という内容の手紙を書いたが、それから2ヶ月足らずの12月4日には、エムポゴージンにあてて、プーシキンから主題を与えられた儀曲を脱行したことを報じている。この儀曲は、翌1836年のなって、当時のロシア師団の巨匠ジュコーフスキー邸で開かれた文学者の集まりで、初めて朗読された。 在籍したプーシキンもこの喜劇の朗読を聞いて腹を抱えて笑ったと伝えられている。しかし、この議曲は管理に対する通列な風刺を内容としていたので検閲の通過が心配されたが、ジュコフスキーの計らいによって宮廷で朗読されることとなり、結果はニコライ一世の気にて上演も許可されることとなった。かくて4月19日、 ペテルブルグのアレクサンドラ劇場で初演され、ついで5月末には、モスクワの小劇場でも上演された。管理への鋭い風刺を内容とした、この劇の上演は、保守派の側からは、中小である、バカバカしい茶番劇だとして激しい奮撃を買い、非難される一方、進歩派の側からは、間に迫った素晴らしい喜劇として、賞賛を浴び、その論争は、 新聞や雑誌を賑わすに至った。ゴーゴリ自身この作で意図したのは、ただ、ロシアにある、一切の悪を小殺しようとしたのに過ぎなかったのに、それが、このような世論の渦巻きを引き起こしたことで、彼は、激しいショックを受けた。進歩派の批評家たちの賞賛と擁護も、救いとはならず、疲れ果てた、彼は、親友のダニーレフスキーと共に外国に逃避し、 その後長く外国での生活を送ることとなる。最後のシーン、ゴーゴリの手書きの絵。1836年、検察官は首都から遠く離れた地方省都市を舞台に市長を中心とするその町の人握りの権力者たちに起こった出来事を描いた作品である。狡猾で無情な市長、無知で腐敗しきった役人たち、監禁横領、収賄、 仮想市民への不当な圧迫、いろんな不正不義がそこでは、当たり前のこととして行われていた。彼らは美行の検察官がやってくるという噂に慌て、怯える。そこへ、たまたま、首都で小管理であった青年が、カルタ遊びや宝刀で身を持ち崩し、もんなしになり、故郷へ帰る途中で、町の宿屋に投宿しているのを、彼らは美行の検察官に取り違えてしまう。 市長はその青年のために、盛大な歓迎会を開き、賄賂を握らせ、自分の娘まで彼に与えようとする。思わぬ賄賂で懐を膨らませた青年は、正体を悟られぬうちにと、さっさと町を立ち去る。手紙など平気で開封する、郵便局長の手によって、青年が首都の友人に当てた、自分の冒険を放じ権力者たちのアホをさ加減を、 思い切り嘲笑している手紙が開封され、それが市長をはじめ集まっている一堂に知らされあぜんと、しているところへ、本物の検察官の到着が告げられる、というところでこの劇の幕が下りる。ゴーゴリ生誕200周年を記念したきって、検察官の前に、ゴーゴリは未完に終わった、ウラジーミル三等勲章を多年にわたって、構想し続けたのであった。 ウラジーミル三島勲章で彼が描こうとしたのは、首都ペテルブルグの貴族社会であり、またいとしたのは貴族による権力政治の悪の暴露と敵発であった。しかし、この作を書き進めていくうちに、これが到底検閲を通過する見込みのないことがはっきりしてきた。そこで彼はついに筆を折ることにしたのである。そのことから考えると、検察官で彼が舞台を地方の小都市にとり、 そこの生きる、いわば下っ端役人たちの小社会の出来事を扱っているにもせよ。それが、地方の特殊な場合を扱おうとしたのではなく、そこに、ウラジーミル三等勲章で果たせなかった意図を生かし、当時のロシアの官僚政治そのものの一般的な悪と、不正等を暴露して小冊しようとしたものであることが、わかる。また舞台を、地方の小都市に取ったことで、かえって作品として、隙がなく、 引き締まり、異常なリアリティを持って迫るものを打つ出しへとのでもある。主人公の偽検察官フレスタコーフについて一言、すれば、彼は軽薄で、自慢屋で、全く無責任な青年であり、重要人物になりすまし、爽やかな弁舌を振るい、大ボラを吹く。不白で低俗、そして恐ろしい空気の中に生きている人間である。フレスタコーフ機質という言葉が、 この作の発表を流行したというが、ゴーゴリが、狂人日記、街灯など一連のペテルブルグ物語の中で、おじけを振るい、剣をしながら描いている、あの、ペテルブルグの社交界の人間たちの一象徴として、この青年は描き出されているのである。検察官は、ベリンスキーも指摘しているように、写実主義の手本であり、いわゆる19世紀ロシア文学の、 批判的リアリズムの代表的な作品である。ありがとうございます。